Gamescom。 フィルム入店して半年目になります。このライトって言います、はい、お願いします。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。お名前と役職あればよろしくお願いします。役職はやっぱウォッシングプレイヤーというかグラス洗いの役職ですね。名前は誠です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。ウォッシングプレイヤー WP でやらせていただいてますので、はい、人事でまだ役職はないです。あ、そうなんですね。いや、はい、結構自分も、はい、結構身長高い自負があるんですけど、はい、めちゃめちゃ高いですね、身長。身長だけ取り柄です。そんないくつくらいあるんですか。今、185ぐらいあるんですね。いや、てホストってのは完全に経験で、フィルムが初めてになります。普通にカメラって人の目線と一緒だと思ってるんで、やっぱ目見て話さないとダメかなと新人ながら思います。新人なんですか。あ、僕はい、今入店して2ヶ月半で。2ヶ月半ですか。はい、ちょっとでも慣れてる感出してやろうと。ちょっと出てます、ね、出てます、オーラ出てます。よかった。ちょっと緊張ごまかすために、まあ、言ったらちょっとふざけてみたっていうか、お茶目っ気ですね、本当に。地方のホストだったんで、まあ、学生の時からやってて、で先月に今、フィルムに入って、はい、って感じですね。歴で言ったら半年ぐらい。あ、でも半年くらいなんですか。はい。僕、体験入店を4店舗ぐらい行ったんですよ。やっぱ人間関係大事かなみたいな。あ、ホスト自体分かんなかったので、そういろいろな、まあ、幹部の人とかとお話しして、で一番フィーリング、僕になんか寄り添ってくれるっていう、あ、合ってるお店かなっていうのがフィルムでしたね。フィルムさん選んだ理由とか。まあ、もうまず最初箱のゴージャス感です。あ、やっぱこの規模感にで、この箱の綺麗さがあれば、うん、そうですね、高級店にふさわしいんじゃないかなと思います。で言うと、7月が一番自己記録更新して、半で5ヶ月目なのかな、5ヶ月目で、ナンバー6にはなれたので、そこはもうみんなのおかげだなっていう、お店のみんなのおかげだなって、ヘルプだったりとか、そういう全力でアシストしてくれる環境みたいな。そうですね。いろいろしてもらって、ヘルプで頑張ってもらって、僕も頑張らなきゃなみたいな。あ思ってます。あ、いい循環みたいな。そうですね。チームワークすごいいいかなっていうのはあります。あ、そうですね、やっぱありがたいことに、うん、お店変えてから一気に、うん、今までなかったような経験させてもらえたんで、本当にもう倍以上っていう。だからそうやって新人の子とかにも適した環境だなっていうのを俺が身にしみて分かってるんで、女の子たちがじゃあ応援したいって思ってくれるような環境がお店に整ってるんで、まあこの人を例えばお店の中で一人イケメンがいるとかじゃなくて、みんなイケメンで、じゃあこの環境の中で、ね、推しを応援してる私ってすごいんだなってやっぱ思えるような、うん、箱なんじゃないかなって、それは今はもう2ヶ月半いて思いますね。2ヶ月半の貫禄じゃないですね。あー、ちょっとやっぱり本当は今肩ガチガチっすよ。めちゃやばい、今日めっちゃ肩こるわ。はい、まあ数字で言ったら、まあ初月で160ぐらい、うん、ただもともと大宮でやってたんですけど、はい、大宮の時のお客様はもう全員まあ、バイバイしてるので、お、まあ、本当にフィルムで、まあ、選んでくれたお客様、お姫が、力貸してくれたみたいな、支えてくれたところはあります。そうですね、やっぱそのフィルムっていうのもやっぱお店自体がいいのと、やっぱその聖夜さんがやっぱり従業員全員のこと大事に思ってて、そうですね、僕はまあ、そうですね、めちゃくちゃお世話になってる方なのかなと思ってます。なんか楽しいですか。楽しいです。フィルムの人お酒みんな好きで、僕もお酒好きなので、ワイワイ飲んでって二日酔いしんどいですここでフィルムでホストやってて楽しいですか。あ、めっちゃ楽しいです。
それはもう本当に楽しいですね。なんだろう、まあ仲いい人は本当仲いいんで、全然お店休みの時とか営業終わったらご飯行ったりとかも全然するし、全然遊んだりもするし、僕はもうここ入って本当良かったなと思ってます。せいやさんって多分歴も長くてたくさん失敗してきたから、失敗してきた分あの教える側として失敗しない、無駄な失敗っていうか遠回りしないように近道を教えてくれるっていう指導をしてくれると思うので、そこがこう売れるための近道かなってあります。そうですね、一番も本当に本当直人に言ってしまったら、もうお客様のことを大事にしろっていうところと、あとやっぱり本当に僕自身心に来たのは怒らないってことです。あ、無駄に怒ってたりとか、まあ、ちょっとこうおらついてみたりだとか、変なことしてたので、まあ、そこまで今ほど売り上げは高くなかったんですけど、せいやさんに言われたことを意識してからは、じゃあもう心から怒らなくなったりとか、なくなって大事にしようっていう気持ちを強くしてからはもうすごい成長しました。本当に大事にする自信しかないし、まあ、やっぱ僕のお客様はみんな言ってるんですけど、まあ、僕に出会って人生変わったってみんな言ってるんで、え、すごいですね。本当みんな言ってるんで、なんか僕もこう恵まれてるところやっぱあるんですけど、まあ、お客様も満足してくれてる部分があるので、まあ、信じてお店来てください。お店のあ、でも本当にやっぱここ数ヶ月でもまた伸び成長率がすごい感じですか。そうですね、新しく今日ね多分紹介してもらったと思うんですけど、いい男の子が入ってくれてるのもほぼほぼ未経験の子たちばっかりなんですけど、そのタイミングもあったり、半年前ぐらいから、僕がね、さらにね、教育の方にお店の形が、この1年とかで出来上がってる中で、半年間しっかりキャストと向き合って、教育の方に力を、とことん入れてたんで、まあ、そこが今形になってきたのかなっていうところがまた嬉しく思ってます。なんか僕的にそこまで、どこまでできてるか分かんないんですけど、まあこの規模だからこそ、従業員の一人一人とか見やすかったりもするので、やっぱりそういったところが、目届きやすかったりとか、より密接に、教えられてるところになるのかなと思います。内容に関してはねちょっとね入店してもらわないと内緒になるんで、はい、企業秘密ということでお願いします。はい、多いですね。僕から声かけたりもするんで、僕は昔からそういうの好きだったんで、まあ、キャンディーでも大体のキャストが多分今でも、今上に上がってる子たちとかでも多分僕が一番最初に声かけたって多分言ってくれる子いっぱいいるんですけど、やっぱりそういうの僕が好きだったのもあってこのお店任されてるのかなと。そうですね、一番はやっぱ人なんで、まあ人が入れることだったりとか、じゃあ入ってくれた男の子たちをね後悔させないっていうのが一番の目標でやってるところが今結果に、顕著に現れたのかなと思ってます。ホスト歴関係なくお客様に感動を与えるフィルム、そんな彼らの活躍はこれからも続いていく。